はい、どうも、ナオチンです。さあ、今日も、妖怪ウォッチプニプニをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日もね、自宅の方で撮ってます。自宅のキャプチャーボードの電源供給するコードを忘れちゃって、ここでこう引いて、見せます。はい、そういうガチャのやり方で、行きたいと思います。ものすごくアナログなんだけども。はい。我慢してください。これで行きます。わざわざね、ちょっと撮影部屋の方に戻ると、1時間近くかかるんでね、ここでやりたいと思います。Y ポイントが、12000ポイントだ。12000ポイントあるんで、20連です。やりたいと思います。ピックアップの、お松とかね、アシュラとか、出てくれれば今回のイベントだいぶ楽になるから頑張っていきたいところです。では早速行こうか。こう引き伸ばしてもねどうにもならないんで、で今ちなみに朝です。朝の9時頃、できれば夜の方が出やすい気がするんだよね。でも俺は回す。いきます。来た。10連怖いよね、10連怖いよね。でもなんかね、単発は結構当たるらしいっていう話も聞くんだけど、どうでしょう。では、行くね。これ金が出ない時ってあるよね。金が出ないとか、これ地獄なんだけどね。行きましょう。行け。と、まさか、金が、金一つ？一つなの？ね、金一つだ、金一つ。やばい。ここね。いきます。ここだ、ここら辺。あれ？オッケー。シルエットでわかる？わかんない。俺も全然わかんないけども。ちょっと見てみるね。せーの、ドン！見せようか。ほら見て、お松来てる。で、SSS も出てるのよ。めっちゃ当たった。お松はこれ大当たりだね。で、できれば、あとアシュラが欲しいから、あと10連回しちゃいます。いやー、よかったよかった。お松に、亡霊武者と、あと、コマさんか。シャドウサイドのコマさん。ピックアップのやつが2つも当たって、めちゃくちゃ良かった。じゃあ、あと、行かなくていい。いや、行かなきゃいけないよね、ここはね。そうね、行きましょう。行け。結構ポイント今回溜まるんで、いいよ。うん。いやー、でも嬉しかったな。でも他に欲しいやつってなると、あとアシュラ。だもんね。まあ、SSS のやつも欲しいんだけど。あ、Z のやつまだあるか。お松以外にも Z あるな。まあ、行きましょう。行くね。はい。どうだ。お、金が、あ、おおお二つ金二つ二つだ。金二つ来てる。行きます。オープン。どう？シルエットわかるかな。どんな感じ？見るよ。アシュラが赤っぽい感じよね。赤と金みたいな感じだよね。では行きます。見ます。はい。あのね、大外れ。ひどいもんだよ。こんな感じ。もう SS すら出てない。S のみ。S が2つ。いやー、まあ多分ね、この当たり方が普通なんだろうね。さっきのがちょっと良すぎたんだわ。Z と SSS って来てるからね。はあ、いや、これはひどいけども、一発目が良かったから、よしとしましょう。しかもさ、このお松、攻撃力アップじゃん。バフだよ、バフ。めちゃくちゃいい。うん。で、スキルは？あ、G 技もあるのね。
あ、デカプニが降ってくる。これはいい。いいんじゃないですか。で、そして、コマさん。おっと、チップのドロップ率アップとかめちゃくちゃいいやつじゃん。すげえ。あ、で、HP が0になった時に、一度だけ耐えるっていう。これはいい。このスキルもいいよ。で、あ、必殺技は、一直線のプニを消すっていうやつなんで、まあまあこれはいいとしよう。やった！オッケーオッケー。まあ、今回、20連行きまして、お松とコマさん、そして亡霊武者かな？亡霊武者は、まあ別に、すぐに使うやつじゃないけども、よかったです。今回、大当たりです。やりました。まあ、これでね、今回の、将棋イベント、ちょっと有利に立ち回れるようになったと思うんで、頑張っていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。よかったよ。